ケビン・ガメイロは、フランス・オワーズ県サンリス出身のサッカー選手、RC ・ストラスブール所属。ポジションはフォワード。2004年に、RC ・ストラスブールの下部組織に入団。2005年に、プロ契約を交わし、同年9月10日のパリ・サンジェルマン FC 戦で、プロデビューを果たした。UEFA カップにも出場し、レッドスター・ベオングラード戦では2ゴールを決める活躍を、した。 2006年2月26日、トロワ AC 戦で相手選手からタックルを受け、人体断裂をしてしまい6ヶ月間の離脱をした。2007から08シーズンはすべての試合に出場し6ゴールを決めた。チームがリーグドゥに降格したことに伴い、2008年夏にアンドレピエール・ジニャックをトゥールーズ FC に放出した FC ロリアンに移籍した。 リーグ戦37試合に出場して11ゴールを決める活躍をした。2009から10シーズンは17ゴールを決め18ゴールのママドゥニアンに次得点ランク2位になった。2010から11シーズンは自身最多となる22ゴールを挙げたが25得点を挙げた。無サそうには及ばずにシーズン連続で得点ランク2位となった。また、リーグアンベストイレブンに選出された。 これらの活躍が評価され、バレンシア CF、ビジャレアル CF など主にスペインのクラブが獲得に乗り出したが、2011年6月12日にパリ・サンジェルマン FC と4年契約を結んだ。移籍金は約1500万ユーロ。しかし2012年にズラカン・イブラヒモビッチが加入すると出場機会が減少した。2013年7月24日、 出場機会を求めて、スペインのセビージャ FC へ移籍が決定。契約は5年間。移籍金は1000万ユーロ。2013年9月1日のマラガ戦で、リーガ初得点を挙げた。セビージャでは、リーグ戦、通算92試合39得点を記録し、UEFA ヨーロッパリーグ3連覇に貢献した。2016年7月30日。 アトレティコ・マドリードへ4年契約で移籍を果たした。移籍金は3200万ユーロ。2017年2月18日の基本戦では途中出場からハットトリックを達成した。2016から17シーズンはリーグ戦31試合12得点を記録した。2018年8月12日、バレンシア CEF へ3年契約で移籍した。 コパデルレイ決勝の FC、バルセロナ戦では、先制点を決め優勝に貢献した。2021年7月18日、RC ストラスブールに2年契約で加入した。U-20 フランス代表として2007年のトゥーロン国際大会に出場しご得点を挙げ、得点王と最優秀選手賞を受賞した。2010年8月、ローラン・ブランから A 代表初招集を受け、 UEFA ユーロ2012予選のベラルーシ代表戦で後半に途中出場し代表デビューを飾った2011年6月6日のウクライナとの親善試合で代表初得点を挙げたありがとうございます